皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界へ、宇宙へ、あなたの目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送でございます。どうしたの清水さん。いや、なんかどう始まるのかなと思ってね。そう結構ね、はい、皆さん、あ、まず先にご紹介させてあげたい、はい、お久しぶりというかもう最近あったよねって感じなんですけどね。はい、ではご紹介させてあげます。流れる雲よ大阪公演実行委員会初代実行委員長の清水正三さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。またお会いいただきまして本当に。ね、もう今ね、打ち合わせもしながらもね、パーソナリティよりも声が素敵すぎてマイクを離せって言われてましたけど、素晴らしいですね。で、今日本当にちょっと皆さんここかっぽじってちょっと聞いてねいただきたいところ、大事なお話があります。なんと7月の29日は誰見て話してんだよ。29日は清水さんのハッピーバースデー、お誕生日です。ありがとうございます。ありがとうございます。合わせてくれたんかなと思ってたんですけど、いや持ってるよね。本当清水さん持ってるなって。2分前に言いましたけどね。ごめんなさい、さっきしたばっかり。ごめんなさい。嬉しいです。いやでもなかなかこのオンエアのスタートと同時にってなかなかないですから、すごいよね。清水さん、いろいろ訳あってね、今日ね、収録日がね、実はね、もう本当に大阪大変なことになっております、はい、G20 の、ね、影響で、今日の収録日はなんと、6月の28日、はい、1か月前なんですけども、なんですけども、大変ね。いやそうです。なんか前祝いしてもらう感じで嬉しいですね。前祝いでもオンエアは当日だから、はい、いろいろ大変ですよ。大変やら何やらでございますけど、いや今日はね、まあ、前回はいろいろ流れる雲よの話は聞いたよ、はい、聞いたけど、はい、想像の中だけでいやでも清水さんのね、やっぱお話がとってもお上手でいらっしゃるので、話を聞いててもなんかすごい映像が浮かんでくるような感じが本当にありました。はい、まああんだけ言う、そんだけ言うんやからみたいな感じもあったでしょ、若干。いやでも逆にね、はい、普通さ映画なんてもう大まかなあらすじだけで詳しいこと知らん方がいいってなるけど。はい、まずそこが違うの。清水さん心使うの一つ、なんかハエ飛んでない？すいません、こっちの話ですけど、言ったお言葉がね、いや千夏さん、これはあらすじを知ってからね、はい、見た方がずっといいって言われた。すごい素直だから、あ、そうなんだと思って、はい、何回もお話は聞いてたんですけどね、ついにこの間ちょっと見させていただく機会がありましたっていうところで。ちょっと CM 行かないとまずい。あ、そうなんですね。ちょっと CM 行きましたね。CM 行きます。それでは CM どうぞ。シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい。シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。いやそういうことで、はい、ね、 CM の直前に実は見させていただきまして、6月の17日にですね、流れる雲よプレ公演フォアビップというところで、はい、今日ね気にかけていただいて、いやいやもうぜひ見ていただきたいと思いました。もう何あれめっちゃ良かった。むっちゃ狭いあの空間ですけど、あの箱がまた良かった。はい、もうなんかね、その何がいいってみんな言うね、映画見てもお芝居見てもいいっていう、はい、分かる、そこと違う超えたところの良さっていうかな。小さいからこそなんかダイレクトに伝わるところもあるし、はい、またこれが本公演になったらどうなるのかなという想像を膨らませるところもあるんですけど、また全然違いますけどね。そう同じ役者さんがやっても一回また昼公演と夜公演違うっておっしゃる、まあ、でもそれ生もんだからね。そうなんですよ。なるんですけど、あとね、誰と見るかによってまた全然違うんですよ。そこは大事。家族と見るか、はい、まあ女友達と見るかも違うしね。もう全然違いますね。でみんな感性が違うから、そのプレーが終わった後も私は女性の友達と行ってたんですけど、まあいろいろ話しました。はあ、大体共通している感動するところもあるけど、はい、この言葉がっていうのが全く違ったりね、はい、このシーンのこの言葉が感動したとか、うん、残ってるとか。いやね、演劇を見て帰りしなに、うん、みんなご飯食べて、そうなのでね、絶対しないような話してくれるんですよ。いやそうで最後にたどり着くところがね、はい、これ今日は何回もキーワードと出てくると思うんですけど、今はもうこんなして。生きてることが幸せだねっていうことで、これ嬉しいですね。もうなんか幸せで帰れるねっていう、歩けること、息できてること、この食事ができること、なんか何なんすごいじゃん。日本人っていうのになんか改めて、もうなんかね、日本人に生まれてよかったみたいなねっていう思いと、そうなんですよ。今年は特に令和というこの時代が変わった一つのまた新たな感覚ですね。今まで見てた、平成で見てた人とはまた違う、この令和に入った時代が変わって見るあの戦争というところの時代というのはまたちょっと違う感覚かなって思いますね。でもちろん私たちは戦争を体験してません、ね、習ったとか、まあ、人の話を聞いてっていうところになるんですけど、考えてみてください。たった74年しか経ってないで、そこがすごいね、私たちの議題に上がったところなんですよ。100年も経ってないんだよってたった74年だよって、これだけでこんなに日本が変わっていって、建物もすごい建って、まあ、こういうアクセサリーつけたり洋服着たり、こういう時代が来るということを、まあ、74年前の人は考えていたんだろうかっていうところも、深いところも考えておりました。でその時のちょっとね、お写真、最後のね、役者さんと撮った集合写真 2枚あります。お出しします。せーの、じゃあこちらになります。そう、もう清水さんいつでももう子供のようにっていうね、もう負けるその笑顔にどんなしても勝てないみたいな、なんでそこで競争しようとするか分かんない。いやでも楽しさっていうかね、なんかすごい伝わってくるなっていうのはあるんですけれども、まあ初代としてね、まあ、前回もねお話いろいろ聞いてきました。初大阪公演立ち上げるのにもう本当に死にそうな思いしてたっていう、初めたった一人でやってたんです。でもそこからポツポツで、初めは3人ぐらい実行委員が3人でやっていた。まさかこんな大きくなるとも思ってなかったという。初めは何百の箱でしたっけ？150でももう抑えちまったら150の箱どうするよっていうねところから始まったけれども、まあでもその見に来てくれたお客様の帰りしなのお言葉が何でしたか？もうぜひ来年もやってやと、応援するから、一緒に協力するから。これはもうそこでさ、150円の箱を抑え、150人の箱を抑えて大変だったとか、いろんな人に話を聞いても、もう吹っ飛ぶよね。いや本当にね、こうやってよかったっていう、まあ見てもらった人にしかわかんない。いやそれそう、そこは大事。もうここはね、見てもらえたから力入りますけど、いや私はまだ短いの短編しか見てませんけど、これはそうだと思います。それがあって、でまた2年目はどうでしたっけ？2年目は1000人ですよ。いきなり振り幅振り切ったからね1000人でしょ、どうしたん？いやそれをまたね、ちょっと振り返りましょうよ。それを見て協力するよという人たちを、まあ探したのもありますけど、一緒にやってほしいってお願いをしたところ、もう快く引き受けてくれ。いやでも見たらね、本当動かされる。で見たことない人が見たことない人をいっぱい呼んできてくれて、1000人のイベントに関わりたいっていう、まあ、これも多分あったと思うんですね、時代の流れ的に盛り上げていこうやっていう、そういうので勢いで結構集まって会議をし、1000人集めるどうするみたいなのが。でもそこでまあ初回ね、3人だった実行委員が2年目はどれぐらいになったんですか？60人ぐらいになりましたね。すごいよね、その売り幅もすごいけど、もういきなり。でも1000人集めると、集客ね、するとなると、もうそれぐらいのスタッフ軽く必要だよね。いりますね。それでもどうなんだろうね、手厚くするって考えたらどうなんでしょうって思いますけど、僕も右も左も分からず3人で始めたのが次あんな箱になって、で来る人はよく分からない、誰か知らない人の友達みたいなのが来て、でもやっぱりそこは動かされてやっぱり手伝いたいと思った方が集まってるからすごいよね。もうどうですかって説明会して手伝ってくださいじゃなくて、でも面白いのがね、最初集まってくれるんですけど、で半年間ぐらいをこう期間でやるんですけど、最初に集まった人はいなくなって、最後は最後でまた新たな人たちが来るんです。なんか意外にローテーションしてるとかあるんですよ。なんかすごいね、なんかそこも受け継いでいってるんでしょうね、無意識のうちに。最初に来なくなった人が翌年来たりとか、一回休んで、もうすげえしんどかったから一回休んで、でもそれも必要だと思いますね。すごい、でもいろんな人が応援をしてくださり、すごいです本当にね。いやでもね、何代も頂点なる人っていうのはね、計り知れないこの気苦労、もうね、スタッフも大変よ、スタッフも大変。でも指示を受けてここをやってくれっていう、そこを本当に責任ある形で全うするっていう、まあ、それも大事なお仕事ですけど、はい、こりゃあね実行委員長のね150人を抑えた時の気持ちよりも1000人の箱を抑えた時はもうどうしようかな、もうどうしようかなみたいな、もうね来るにも違いますしかかるお金も全然違いますからね。そうなんですよ、はい、でもそこを乗り越えられる人だからそれがやってくるんでしょうけれどね、はい、いやもう正直どんな気持ちですか。もうマイナスよりも突き進むしかない、もうやるしかないですね、うん、でもやめれるもんならやめたいなとか正直ね、はい、でも今だからそれは言えることであって、はい、それ内心思ってても突き進むしかないもんね。いやでもコアな人に電話してね、ちょっともうやめたいんですけどみたいな話しても、いやでも大事大事、何言ってんのみたいなんで、うん、たくさんの人に励まされ、うん、でもそれはちょっとねはける場所があることは良かった、はい、いやありがたいですね。それないとさ、いや分かってやるんだよ、やるんだけど言いたいよねちょっと息抜きね、言わないとできないですよね、もうやっぱり。ということで初年度2年目、3年目、はい、4年目は3年目はですね、どの箱朝日生命ホールというところに変えて、やっぱ1000人はちょっとでかすぎたと、人数は3年目1500人ぐらい集めてるんですけど、2年目にしてね、2年目はね大きな箱で見ると演劇なんでちょっと遠いしか見えないと、で人の熱量が伝わってこないので箱を縮めて300ちょっと入る箱で5公演やろうと。これはこれでまた大変な試みで3日間ぶっ通しでやるんですけど、それをやりましたね。だってね初日と2日目は昼夜昼夜、最後が昼で片付けて東京に送り返すっていう、はい、もう撤去も大変だしさ、はい、前の日から4日間丸々借りるようなもんじゃないですか。そうです箱もね、はい、いろいろ裏話ですけど、でもそこにはやっぱりこの流れる雲よの演劇の素晴らしさというものがまあ根底にあって、はい、やっぱお一人の心に届いてほしいという強い気持ちがあるからみんなねできるんですよね。で見に来てくれたお客さんが来年もやりやっていうので、2年目の時に終わった後にね、どっかの会社の社長さんが来られて責任者呼んでくれって呼ばれて、ちょっと怖いよね。多いよね責任者呼べてあんまりいいイメージないから。で感動したって言ってね、でこんなんやってもお金になれへんの俺分かってるからって言って30万寄付するって言ってくれた企業の社長がおられて、そっからもう協賛というのがずっと広がっていって、本当に今はもう始めるにあたってはすごい何百万っていうお金をたくさんの方が寄付をしていただき、なんとかこれで子どもたちを招待してあげてみたいなのに今徐々に変わりつつあって。でやっぱり役者さんも関西の公演の分ですので、はい、東京からね来ていただくってなると、まあもろもろ経費かかるじゃないですか、はい、ね、そういうことを考えると本当になんかお一人お一人の心のねお使いとかね、そういうもので広がっていくんだろうかなというふうに思います。そして、去年の第4回が終わりまして2018年、はい、終わりまして、それ4回目はもう同じ朝日生命ホールで、もうでももう4年目ってなるとちょっと安定してくるところあるんじゃないですか。あまた今年もやるから行こうかな夏休みの。いやそれはね実行委員の人らもね、やっぱり毎年自分の同じ生活が続いてるわけではないので、そうなんですね、仕事が忙しいとか、結婚したとか、まあいろんなありますよね。はい、その中で来れる人来れない人、一人に頼れないところもあったりするので、本当入れ替わりでずっと応援していただいている方は旗から応援するわっていう人もいますし、そうね直接関わるってなるとまあまあいろいろね、はい、そういうのもありましたね。でまあ第4回目を終わられてからなんとちょっとなんか変化がありましたよね。はい、小学校で、公立の小学校でこれをやってほしいという依頼を受けたんですよ。この2枚でしょうか。はい、お出しします。せーの、じゃこちらになります。これは結構すごいお話で。じゃあまあ児童と保護者と。はい。で当時の PTA の会長さんがその学校が100周年になる記念行事として、子どもたちに生きる意味、命の大切さ、そういうのを学校でやりたいからっていうので、招待して全員に見てもらいたいっていうのをやっていただけたんですよ。これは劇団の人たちも、まあ、効率でできるっていうのは、いや、とっても大きいことですし、ないですね、はい、逆に言えば学校側が依頼するじゃない、はい、この人に来てほしいっていう、でもその中に入るってなかなかね、内容が内容なのでちょっと難しい学校もいっぱいあるんですよ。まあ、日の丸掲げてどうのこうのとかね。でもすごくまあここの校長先生が PTA の方がすごい柔軟な方ですね。そうなんですよ、先見の目があるというか、はい、素晴らしい。でもそういう変化もありながら、なんか清水さんもいろんなね実行委員長やってきていろんな思いがありましたけど、はい、ちょっと肩の荷が下りましたね。何でどういうこと2019は何、前も言ったけどなんか違うんだよね。あえて初代実行委員長で紹介してるじゃん。ちら紹介してるじゃないですか。一応なんか合図送っとこうかなと思って、何どういうことどういうこと。もう次の人に変わっていく組織じゃないと、やっぱり発展っていうのには自分の色もまあありますけど、でも僕が超やってる限りは僕の判断でしか伸びない、僕のカラーでしか伸びないので、やはり人が変われば新たな人脈が増え、また新たな発想が生まれっていうので、これは持ち回しした方がやっぱ世のためというか、僕は僕ですごい役得をいただいたので、これをずっと自分だけのためではなく、次の人次の人にこれを生かして何かできるような形で組織をまとめていくっていうのも一つの、こういうのはもう本当みんなボランティアでやってることなので、手弁当なんですって。だからこそ得れるその人としての磨かれ方みたいなのがあったり、そうね、本当なのお金で買えないところってたくさんあるんですよね。人と人がまあ作り上げていくとか、摩擦することでいろんなことって本当人間って成長できますからね。子供もそうじゃない、親の言うこと聞かないけどさ子供同士で遊んで学んでいくとかね、はい、そんな感じかもしれません。というところで今日はなんとスペシャルゲスト2代目どうしようかなそれは読まないというどうしようかな、どうしようかなっていう違いますよ。お越しいただいてます、ご紹介差し上げたいと思います。2代目の実行委員長武田弘さんです。イエイ、よろしくお願いします。お願いします。ちょっといろいろここからチェンジしていきますんでね、裏側をお見せしたら、あ、どうぞお座りください。はい、お座りお願いします。お願いします。イエイ、いやーさんです。マイク清水さん、なんかお二人のトーク見てるとだんだん緊張感が高まってきて、いやいや何を言う早見言うですよ。ごめんなさい、ここしか通じない話でごめんなさいね。もうこういうところにね、力抜けた。全く緊張してなかったのに、お二人の話聞いたらなんかちゃんとやるなみたいな。いやもうね、武田さんね、実はもういろんなところで喋りまくってますから、なんかいろんなゲストで講演されたり、そうです、素晴らしいね。というところで、2代目にふさわしいね。いや私ね、ちょっとこういうのってさ、裏側聞きたいじゃない。裏側ね、そういうのも知り得ながら流れる。ここで明かしたってほしいぐらいのね。でもまたいずれは、今2代目でまあ数年はされるでしょうけれど、まだ3代目4代目とね。その時にこれ見て、それ見て、なんかわからない、他人だから言えるプレッシャーを与えてるかもしれませんけれども、まあでも清水さんがまずまあその後を継いでほしいということで、はい、やっぱり誰でもいいわけじゃないと思うんです。私もそうです。その中でいろいろ何人かもしかしたら候補上がってただろうと思うんですね。はい、で一人一人といろいろお話もされただろうと思います。はい、まあまず武田君、あ、ごめんなさい、武田さんをね、武田君でいいですよ。武田さんをまず、あ、彼ならと思った、まあ、魅力的なところとか。はい、まあ人間性とかどこがまあ決め手だったんで、ごめんね、拷問みたいだよね。いや、いい話が聞けるのかな。いやいや、でもそこってなんかそういう話ってした？いや、あんましないですよね。でもなんか聞きたい、清水さんのその率直な。いや、もう誰でもいいからねっていうか。いやいやいや、そんなことはないですよ。それあ、でもやっぱ選んだの？それとも挙手制？私やりますっていう。いや、本来は挙手でね、なんのがいい。いや、でもみんなさ大変さ分かってるから、それしないわな。しないですね。はい。正直なところ。はい。うん。それはもう、やっぱり、まあもう一人3人でいろいろ話をしてたのが似てるんですけど、仕事の環境とかまあいろんなこともあって、で最終的に弘さんの方が「やるわ」とお決断したんです。すごい。いや私本当にすごいと思う。まあこんな大変やと思ってなかった。まあ傍から見たらさ、そう腸の大変さってわからない。あ、え、関わってた？今まで関わってました。はい、4年5年、え、3年4年目ですね。はい。じゃあ去年はT シャツ着てた。去年も一応 T シャツ着てた。はい、変わっておりました。はい。まあそれは逆言えば清水さんのやっぱ話術の素晴らしさもありますかね。あ、僕から、でもやっぱり動かされた。そうですね、やっぱり先輩たち見ていて、あ、先輩後輩に当たるの？他にもいてるんですよ、一緒にやってた。あの勤労奉仕で一緒やった。あ、そうね、お顔ぶれは何かご存知。まあ、皆さんやっぱりなんか素敵な方で、僕の人生の先輩方が頑張っていらっしゃるのを見ていて、まあそろそろ頑張らなあかんなと思ったんで、はい、そろそろもう受け継いでいこうと、いやでもまあある程度のさレールは引いていただいてるんじゃなかろうかとは思うんですね。わかんないよ、なんかそのやり方とか流れ的にどれぐらいにフライヤー作ってチケットどれぐらいで作ってどうでっていう、まあすごい大まかなところはこの流れる雲よに関してのあったとは思うんですけど、まあ大変だよね。そうですね、こんなに大変だとは思ってなかったんですけども、どういうところがこうお伝えできる範囲で大丈夫です。まあなんかこっち側の話をするとやっぱり人集めだよね一番大変なの。違うの？もうありますけど、私が思うのはね、2代目としての大変さってまたあったりするんですよね。だから2代目の経営者の方の大変さっていうのを、なるほど、そういうところとちょっと、はい、あ、そうですね、リンクしますね。先輩たちをこう、ね、築き上げてきてて勢いで来てるからね、はい、初代の人はねでそこよりも上回らないとやっぱりいい評価は得られないじゃないですか。って思うと比較していただいたりして、なるほど、全然ダメな自分とかと向き合ったりすることとか、でも内省できるのいいですね。まあまあでもいろんな意味を含めてやらせていただいてよかったなと思っているところなんですよ。今ねオンエアは7月29日からで、実際の、大阪公演は8月30、31日、9月1日になっております。なのでこのオンエアというか収録は、まあ、約2ヶ月前に撮っておりますので、本当に武田さん今死んでますこれから佳境に入っていくところ、ね、今から追い込みです。もう自分でも重々言われなくても知ってるでっていうところになるとは思うんですけれども、いやでもまあこれを伝えたい気持ちが一番大きいので、そうだよね、流れるとにかく、まあ単純に言ったら面白い。まあいろんなね文脈があるんですけど、とにかくこれを見て1回見てもらったら分かるんですけど、僕もね4年目、今回ね4年目見るけれども、この前もね来ていただいたのも後ろで見てましたけど、何回も見てても涙が出るし、感動するポイントも違うし、これやっぱ伝えなあかんなっていう思いが一番強いかな。まあでも本番でこの実行委員長として見るのは初めてなんで、それは見てもらうし、これはもうお二人のそれそれしか味わえない、ね、はい、私たちはもう一般のお客様ですから、はい、いやそれを最後感じていただけたらなと。すごいじゃない。そうですね。ね、というところでちょっと一旦 CM 入れとこうかなじゃあ CM いきます。 CM どうぞ。帰りなさいというところでね、もう武田さん倒れそうです今栄養ドリンク私買ってこようかなと思うぐらいでございますけれど一時期のね気休めでございますけど、いや今ねちょっと CM 中も話してたんですけど、今清水さんがねおっしゃった実行委員長として、はい、自分たちで作った組織っていうのがやっぱり大きいんですよね。まあ作ったというか勝手に自然発生した組織なんで、それがすごい波紋として広がっていて、そこに皆さん取り込まれていくって感じですよね。はい、で組織だってやるとみんな来なくなるので、そうなのよ、ボランティアの集まり感もありながら、でも組織としてやらないと、まあかなりのお金もかかるものなので、で迎える人は1500、600人って感じになるのでその辺のねこう取りまとめを、最初いろんな組織に関わってる人は自分がやってきた組織のようにやったらええねんっていうふうに思うんですけど、そんなに人はね違う、時代も違うし、それは多分感じてくれてると思いますよ。同じように動かないね。で自分が持ってる組織って自分の思い通りになる組織じゃん、まあ言えば。でもここの場合は全くもうキャラが違う人ばっかり集まっちゃってるもんね。それはもうね、会社組織とかの方がもしかしたら簡単なのかもしれないですね。そりゃそうよね、もう役職決まっててね、持ち場があるからね。もう本当心一つというか思い一つで集まってきてくださって、いや本当ですね、みんなが言葉が重い、違うんで、なんていうのかな、重いというかね、それいい意味で言ってる。私が多分同じ言葉を話しても重みが違うんですよね、伝わる。でも本当に今まさにそのもう現在進行形でそのドラマの中にいらっしゃるじゃないですか。すごいと思います。いや本当にね、もう魂から今出てる言葉は、私本当にある意味ラッキーですね。そのなんかいい意味で共鳴してるからわ、すごい重いと思って、なかなかそれも感じれないから、なんか本当に美味しいところだけねいただいて本当に申し訳ないなと思う感じですけど、でもまあそう、みんな違うもんね。ありがたいですね、こういうところでこういう。いやもうでも私ができることは発信なので、ね、ここにまあお二人だけで番組やってもなんかおじさんが話しててさ硬そうって思うけど、なんか私が入ることでなんか千奈さん言ってたらちょっと行ってみようかなとか、ちょっと軽い気持ちで敷居をちょっと低くいい意味でできたらいいなという思いもありつつなんですけども、でも今回見ていただく前の感覚というか、どんなイメージであの席に来てもらったんですか。清水さんのね、その頭のイメージね、すごいしてましたよ。来て、まず箱が小さいことと、あ、もうこれめっちゃ本当お芝居見るとか一番前で見るんですよ、見る人なので。あ、でもまあ後ろでも全然前で見てる感覚ぐらいの位置でしたけど、めっちゃいい、もう本当に何がいいって、役者さんの息遣い、表情、目の動き、全て感じれることと、なんかちょっと若干のめり込んでるんだけどちょっと違う視点で見てる自分もいるんですよね。あ、この役者さんここで、あ、めっちゃいい、この目くばせとかこの言葉の吐き方とか。なんかこの声量の出し方、ちょっと私違うのかもしれないけど、なんかそこをまた萌えと思って見れる人、演劇ならではでしょ。そう、ね、なので自分がもしあそこに立ってたらこんな表現するかなとか、一瞬のうちですごい考えるから、本当集中してるのかちょっと分かんないですけど、でもめちゃくちゃもうなんていうの、ぶわーっとくってもうね、流れる、流れる雲よりかけても、もう本当に流れるよ。マジで、あ、やばい、もう閉めないといけない。前の人がもう早く閉めろってやってるからさ。ということで、来週もう忙しいの知ってるから来ていただけますか。いいんですかね。ごめんなさい、ごめんなさい、めっちゃバチッと、あ、ということで流れる雲を見てねっていう感じです。すみません、さよなら。来週ちゃんと言う、ごめん。